いやでもこれちょっと異議唱えていいですか1個、はいはい、まあ、光はそれでいいんですよ。ただその実はなんですけど、これこのチーム光以外もこの2人も尖ってるんですよ。それこれあの、はいはいはい、教えてください。ゲストとかとか喋るじゃないですか、はいはい、裏でこう動画撮る前とか誰とかじゃない、はい、時にやっぱ光はもうドカッとしてる。まあまあまあそうですね、うん、じゃないですか、はい、その後ろに2人ともこうドカッと撮ってる。光一人だったらいいんですよ。でも2人いると怖いんですよ。もうクリーンなんですよ。だから俺そう気づいてないけど、その時俺が後ろから見えたなんかそうなんですか。いやでもこれは多分メンズも俺もう5年ぐらい一緒にいるんで、やっぱり、うん、多分もう染み付いてる。でもそれはそう、だから2人も別にそれをやろうと思ってやってる。意識してないです。自然なんですよ。そう、ただ最初に俺はね、そのコラボさせてもらった時は思ってるんですけど、はい、光の部屋ってめちゃめちゃ怖いんですよ、初めて行った。薄暗くてなんかもうほぼみんな目合わせる。みんなこうやってる。芸能団のファンとか言ったみたい。芸能団のあるとこマジで怖いですよ。暗いしね。なんかもう、さぎさんとか会いこすか、うん、最初見た時からマジで、マジかって。でも、ヒコロもずっと携帯見て、なんか俺悪いことしたのかなって思うんだけど、それが普通なんだよ。そう、それは家の中でたまにいいんだけど、ゲストとか来た時に、そう大会試合でそれやると、こいつらマジで怖いんだよ。だからこんなことしてない。確かにね。いや、それはドア開けたら多分足止まるんですよ。そうそうそう、怖い。え、でも一歩が前さんってそのタイプじゃないんですけど、意外となんかそれしないんですよ。外交しないんですよ。そうですね。前さんなんか絶対にする必要ないのにパソコンとりあえず買っただけ。なんか気まずいから、でも本当は喋りたいはずなんですよ、だからこの人のタイプ。でもなんかみんな黙ってるから、なんか俺だけ喋るのおかしいなって言って、たぶん叩きそうになる、パソコン叩く。馴染むためだから、あれはなんか前田とか喋っていいのかな。もちろん俺いた時は俺はおしゃべりそこさんやってくれますもんね、はい、ミッキーとかもそうですけど、ミッキーもそうじゃないですか、うん、だから本当にそういう面ではこうバランス取れてるのかなっていう、うん。